メイアーイ軍は、台北部、チエンマイ県にある軍である。メーアーイとは現地を流れるアーイ側のことである。アーイとは恥ずかしがるという意味である。昔、チャオメイ、マリカーと呼ばれる女性国主が、女性だけが住むと言われた、この近辺にあったとされる、ウィエンマリカー国を治めていた。ある日、シャン族のウィエンプーカム国の王子が、商人に化けてこのチャオメイ。 マリカーに結婚を申し込もうとしたが、身辺を女性だけで守り固めていた、チャオメー。マリカーはこの申し出に恥いて逃げ、ある川で清めを行った。結局この結婚はならなかったが、それ以来、チャオメー。マリカーが恥じて、清めを行った川が、アーイ川と呼ばれるようになった。これが、この軍の地名に採用された。メイアーイには、チャオメー。 マリカーと呼ばれる女国主によるウィエン・マリカー国の伝説がある。伝説では、ファーンの国主、ウドムシンと朝昼晩で肌の色が美しく変わると言われたサームピューヒの娘としてチャオメー、マリカーは生まれたと言われる。サームピューヒは、チャオメー、マリカーが生まれる前、王様の寵愛しているメカケと喧嘩し、理性を失い、戦乱の仏像に祈りを捧げた後、 ソクの火を消し忘れ、ソクが倒れて、先端の仏像を燃やしてしまった。このため、チャオメー、マリカーが生まれてきた時には口に傷があったと言われる。チャオメー、マリカーが成人するとファーン国主のウドムシンは、ファーンの北にマリカーのために町を建てた。これは、ウィエン・マリカーと呼ばれ、現在のメアーアーイ軍に否定される。マリカーは、女だけで身辺を固め、 女だけの町を築いたという。マリカーなきとはこの町は放棄され、廃墟となった。以上は伝説に過ぎないが、メイヤーイ軍には、古い時代の堀と城壁の跡が残っており、チャオメーマリカーの治めた町として認識されている。また、チャオメーマリカーは、地元の除血として、軍内に像が作られて立っている。軍としてのメイヤーイは1967年8月15日に、 始まる。この時、タムボンメーアーイ、タムボンメーサーをタムボンメーナーワンがファーアン軍から独立して、文軍となった。1973年6月23日に軍へ降格した。国区川市街地はファーアン川の形成した盆地にある。軍の東部でファーアン川と国区川が合流する。これらの川が軍内の重要な河川となっている。 一方で軍の北西や南東は山岳地帯となっている。交通は国道1089号線が南西から東に向かって突き抜けており、南西にファーン方面、東にメちゃん方面と通じる。軍の主な産業は農業である。主な農産物はソムサイナムプン、米、霊子、ニンニク、赤ワケギ、トウモロコシ、タカノツメなどである。 軍は7のタムボンに分かれ、さらにその階に110の村がある。自治体があり、以下のようになっている。また軍内には6つのタムボン行政体がある。タムボンメーアーイ、タムボンメーサーオ、タムボンサントンムー、タムボンベナーワーン、タムボンタートーン、タムボンバーンルワン、タムボンマリガー。ありがとうございます。